こんにちは、市村正樹です。今日ご紹介するのは楽器関連でも何でもありません。飛発、なんじゃ飛発って。 SB の飛発、ペッパーです。胡椒です。警部ではありません。1ヶ月か2ヶ月前に岐阜に帰りまして、岐阜県に柳瀬っていう飲み屋街があるんですけど、その近くで兄貴が働いてて、飲みに行きました。で、何軒か行ったんですけども、で高島屋の近くに沖縄料理屋さんがあって、でそこに入って沖縄そばを揚げた揚げそばっていうメニューを兄貴が頼んだんですよ。ほんで来ましたと。で食いましたと。なんていうの、こう、うどんを揚げたでもなく、そばを揚げたでもなく、そばなんやけども、沖縄そばを揚げてある。で、あんまり味がしなくて、え、味しないじゃんって言ったら、違うわと。これをかけるんやぞって言って、岐阜弁で。え、何これ？ SB の飛発。何それ？初めて見た胡椒。で、食べてみて、すんげえうまかったんで、近所のスーパーで探しまくって見つけてきました。で、これのお味を確認したいので、なるべく酢の素材というかね、何つけて食うといいんだろうと、米にかけて食うっていうのもありだなとは思ったんですけども、ポテトの素顔、食塩不使用っていう品物があったんで、どんなもんかはちょっとわからないんですけども、これでいってみようかということで、こんな感じ。まずちょっと一枚食べてみるけどね。うん、食塩不使用ということで、非常に淡白な、じゃがいもの味がちょっとするぐらいの酢の感じ。なので、では早速、飛発かけてみましょう。かっこいいな、ここ。なんか万博を思い言わせる。こんなもんかけてみました。食べます。かけすぎた。こんなもんで。あの時の沖縄料理屋さんのあの味にはならんな。どうしたらいいんや。どうしたらいいんや。何が足りないんだろう。もっと美味しくなるはずだな。ということで、誰か飛発がすっげー美味しく食べられる、十分美味しいんですけど、あの時の感動ほどは言ってないな。え、もう一回柳瀬行かないといけない？誰か飛発の上手な使い方知ってたら、下の方にコメントよろしくお願いします。じゃあねー。こんにちは、市村正樹です。胡椒といえばラーメンでしょうということで、それでなるべくシンプルなやつが良かろうということで、キンチャンヌードル、危ない。だいたいね、熱湯3分って書いてあったら僕は1分半しか待ちません。カップ焼きそばであろうとも、3分って書いてあったら1分半しか待ちません。博多豚骨ラーメンなんて書いてあったら、5分って書いてあっても30秒ぐらいで食べ始める、片面好きです。何にも関係ないですけど。ということで、1分経ちました。まずはこのまんまで一口食ってから実食です。はい、キンチャンヌードルの味ですね。飛発を入れてみましょう。とりあえず一回か。もっとかな、もっといっていいのかな。また鼻に入るからね。普通の胡椒だな。何だったんだ。なんなの飛発って。ブラックペッパーのようなピリッとした辛みと、ほのかに甘く痛快な香り、カレーチャンプルー、炒め物などにって書いてある。原料飛発って書いてあるの。
原料飛発って書いてあるから、こういう飛発っていう植物があるんでしょうね。ね。今回の試食は不発に。チャンプルって書いてあるってことは沖縄方面なのかな。さあということで、飛発という故障、あの美味しさは何だったんだろう。どなたかあれにかけると美味しいよ、もしくはその沖縄そばを揚げたって言ってはいるけど、あれは実は油がこうなんですよみたいな何か秘密があったら、どしどしお便りの、お便りじゃねえわ、下の方にコメントをよろしくお願いしますってことですね。はい、今回はこれにて。じゃあねー。